まず、カットする前にビフォアがどんな状態だったか教えてください。はい、当分切ってなくて伸び伸びな感じのもう金髪のもう本当にあのやばい状態で、まあ、多分3年ぐらいそんなに切ってなかったって言って、まあ、カラーも根元も伸び伸びな感じのところでしたね、はい、そこから、カットはどのようにされたんでしょうか。カットは、はい、そうですね、毛先15センチぐらい、もうちょっと切ったかな、長いところで、まあ、20センチぐらいカットさせてもらって、で全部あの全体にローレイヤーにしておいて、で顔周りだけちょっとハイレイヤー気味にレイヤーを入れて、まあ、そこからドライにして質感調整しながら、あと細かいレイヤーを加えていくみたいなっていう感じで切ってます。細かいレイヤーを加えるっていうのはどのあたりですか。もうフェイスラインとあとトップの部分に、まあ、つながらない感じでこう細かいレイヤーをちょっとずつ入れることによって、後でこう巻いたりした時にこうランダムな動きが出たりとか、あの普通にブローした時もそこになんかちょっと束の変化が出たりとかっていうような毛束感を出すようにカットしてます。今回は15から20センチぐらいカットされたんですけど、その長さ設定とあとモデルさんならではの見合わせポイントみたいなところってどうですか。顔周りのレイヤーの入れ方とか前髪の作り方とかでやっぱり似合わせっていうところを意識するので、あんまりこうペタってなっちゃうとあのやぼったく見えちゃうし、あまりこう軽すぎちゃうと毛先とかも軽すぎちゃうと、なんか今のトレンド感とかそういうところからちょっと外れちゃうので、まあ、そこの部分を計算しながら重みを取りすぎないようにして、あの重みを残しながら細かい動きをつける感じですね。そこからスタイリングはどのようにされたんでしょうか。スタイリングはあの、まあ、全体的に32ミリのアイロンで、もう毛先は全部外巻きにして、あと中間はスパイラルで、フロントから表面とかは全部あのリバースで巻いて、でトップもちょっとふんわりさせるような感じに、ちょっとゴロンとした感じで全体に巻くようなイメージですかね。で、まあ、フィニッシュであの少しエマルジョン系のものと、まあ、ちょっと髪がちょっとドライっぽくなっちゃってるので、まあ、そこにオイルをあの混ぜて、まあ、あんまり固めないような感じであのスタイリング剤をつけてますね。一番その仕上がりでこだわったところっていうのはどうですか。まあそうですね、なんか最近だとみんなこう外羽の韓国風みたいな感じが多い中で、まあ、そのトレンドっていうのはまだまだ多分続くとは思うんですけど、まあ、それだけじゃなくてやっぱりそこにちょっとこうセクシーさであったりとかモテさであったりとかっていうところが入ると、韓国の普通のヘアデザインよりはちょっとまた別の角度から見えるようなデザインになってくるので、まあ、そういうとこを、まあ、自分の僕の、まあ、得意分野でもあるモテっていうのもあるので、まあ、そこをこう混ぜながらやるっていうところで今日はやったら、まあ、うまいこと言ったので良かったなと思ってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。